はい、どうもこんにちは。のぶや本店のぶです。じゃないことはもうこの動画でお気づきですよね。はい、はじめまして。私、こののぶや本店 YouTube 編集の方をやっております、赤津と申します。どうも、はじめまして。さあ、今日はね、今この僕の髪型見て気づいた方は気づいたかもしれませんが、初めての方はちょっとね、何のことかさっぱりわかんないと思うんですが、私、編集の赤津が信屋本店に行きまして、ちょっとパーマをかけてまいりました。はい、ということでね、もうお気に入りでね、もうテンションダダ上がり中でございます。まずはね、ちょっとこちらのビフォーの方見ていただきましょう。ドン。ね、これは2019年11月でしたかね、パーマをかけてそこから8ヶ月伸ばしたままというような、ビフォアの状態になっております、ね、私も床屋さんやってるんですがね、まあ、そんなに放置するぐらいちょっとひどい頭してたんでね、ちょっとのぶおじさんにかっこよくしていただこうと、ね、初めてなんです、実はのぶや本店でパーマをかけるというのは初めてだったので、まあね、そんな模様もちょっと、まあ、楽しんでいただければいいなと思います。で、本編中の動画なんですが、いろんな会話がちょっと飛び交っているもので、編集に少し難があったため、要所要所説明が入っている部分に関してはそのまま、抜き出して使おうかと、思います。というのもまだ今から編集を始めるので、ちょっと中身改めてね、これから確認してやりたいと思いますので、まあ、どんな感じになるのかは僕もまだ分かっておりませんが、皆さんどうぞこの後のシーンからね、楽しんでいただければなと思います。あ、その前に今回のアフターの方はこちらでございます。いい感じですね、いい感じですね、もうね、最高のカール感ですね。そんなわけなんで、その模様をどうぞこれからご覧いただきましょう。それじゃ行ってみよう。今二次災害起こるとさ、結構頭でっこみへっこみある。でっこみへっこみ？初めてします。でっこみへっこみって言わない。言わない。松田弁ってか多いね。でっこみって初めて聞いた。でっぱりならわかるけど、でっこみ。でっぱりとへっこみだな。でっこみへっこみ。引っ込み綺麗になった。うん、綺麗になりました。でもね、気に入んない。出た。レザーは小指入れるのと入れないのじゃ全然圧が違いました。でしょう。ああ、これか、うん。固定されるからどうしても無理な切り方になりやすいんだよ。
混ぜてくぜ。もうジャガー冷めちゃったし。もうジャガー風味になってくる、ね。ポイント。薪の方向が変わったのね。いや、さっきから1本ごとに違う。いや、同じの連続の時もあるし。うん、なんかわざとイレギュラーみたいな。そうなんですよ。意外とみんなね、イレギュラーという名のレギュラーになりやすいのよ。気づいたらボーダーになってる。そうそう、ただ交互になってるだけで。絵にでも描いてもらって。なるほど。ちゃんと顔もつけるよ。顔もつける。さあどうなる。じゃあまたあの犬にと例えて。家で画像出してもらって。そこはちょっと音声残しちゃうかもしれない。ちょっと今のところはあのモザイクなしで。赤字暮らしのかかりにくい人って、うん、液だけ先につけとくことあります？ああ、先に薬をあのびちゃびちゃにつけてからってこと？うん、巻くときだけじゃなくて先につけて、先にビチャビチャにこうつけてからってことでしょ、うん、いやそれはする必要あんまりないよね。あの最初に薬やったから、クリームやってるから、うんうん、でもねこうやってたくさん巻き込むスタイルの時はこうやって一個一個つけながら巻かないと、後からつけると結局ちゃんと中まで染み込みにくいっていうか、うんうん、だから巻きながらつけるけどね。色がさ、2通りあるんだよ、うん、うん、こっち、そう、で、これとかこれの時は濃い黄色の、うん、短いと、うん、ちっちゃいわ、こっち、そう、じゃないとゆるゆるなのよ。なるほど、うん、それで2種類あるんですね。そうで、こっちの場合だとこの黄色いのはきつすぎちゃうから、一口メモ。意外と細かいところにこだわるというね。さっきのカラー剤とは大違いだ。2センチ。残っててもいい。しごかないし。これ黄色でも浴衣。
ダメじゃない？あ、伸び伸びだね。終わりの。この先輩は高かった。4倍かな。味付け、味付けですか。後で切っちゃいます。味付けここにも味付けあった。こっちにもあります、味付けいいです、こういうの切っちゃえば。味付け処理から味付けも切りました。はい、プルプルしてる。
OK。それではおします。椅子こう入れるの乗せて乗せてみたいなちょっと贅沢使いです楽しいかも3日で1本なくなるすごい来てるえ、ほんとやべえ、かっこよくなっちゃった、赤ずが、うん、やべえ、失礼しましたね。やべえ、赤ずがかっこよくなっちゃったやべえ、こんなキャラじゃないはずだ。かっこよくなっちゃったやご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか、ね、このパーマがあのような形で出来上がっております、はい、でまずパーマかける前にここにお薬最初につけてたと思うんですけれど、あちらに関しては以前動画でご紹介したレゲエのかよちゃんという回がありまして、今ここに写真が出てると思いますけど、そちらの方でもっと詳しく説明だったり、ノブさん自身からの言葉でも説明入っておりますので、ここにも多分今カード出てると思いますので、そちらからどうぞ飛んでいただいたり、概要欄の方にも、リンクは貼っておきますので、そちらの方から以前の動画で確認していただくのもいいのかなと思います。そちらをチェックしていただいて、で、動画中のワインディング、ロット巻いてるやつですね。に関してはちょっと再生速度速くなってる、早送りしてるところがあるので、そこは YouTube の再生速度の方を少しこう遅めて見ていただければ分かると思うんですけれど、まあ、いろんなロットの細さだったり、この巻いてる角度だったり巻き方だったりがもうこうランダムに張り巡らされていることによってのこのグリグリなはずなのに古臭くない変わる感、ぜひそんな風合いが好きな方はなんかご参考にしていただければなと思います、はい、ということで先ほど動画見ていただいててお分かりかと思いますが、まだ数人映ってる方いらっしゃってましたね。これから数以降もそのお姉様方の変身の様子を、しっかりと動画で今日今から変身を続けていきたいと思いますので、ぜひ皆さんが楽しんでいただけるような、私は編集ですけれども、ね、そんな動画を作っていけるように頑張っていきたいなと思いますので、一つよろしくお願いいたします。ということでチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。それと概要欄の方には、今分割してやってるんですけれど、レザーカット超入門という、ね、レザーを初めて持った方や今までレザーカットやっている方でも、僕自身も今編集をしつつ学びつつ
やっているシリーズがあるので、そちらの方の、リンクも貼ってありますので、よろしかったら見てみてください。こんな感じでいいのかな、初めてやる前枠後枠、なんか変な感じですけど、はい、また多分こういう機会があるかもしれませんし、なんなら全部解説する時もあるのかもしれませんが、よろしくお願いしますということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた会いましょう。次は多分明日はノブさんのはずだ。またバイバイ。